しらよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうしようか。アニョンシブニカ、山本住子みんなよろしく。今日は横浜地域の朝鮮人虐殺のフィードワークということで、横浜の中でもほんの一部地域っていうかね、だけしかご案内できないんですけれども、時間の許す限り、お話しして、いきたいというふうに思います。それで今プリントを配りましたけれども、まず今日のコースをちょっと説明します。主に、5箇所今日回ります。1はここです。ここと、それからここどこだか分かります？大体横浜駅どっちの方向だと思いますか？はい、分かった。そうですね、こっちの方向なんです、横浜駅はね。で、じゃあ東神奈川はどっちの方向だと思います？あ、そうですね、あの建物が見えるところ、駅前にあのマンションがありますね。結構あの古いマンションというか、あの早くにできたマンションですね。あそこが東神奈川です。で、大体位置関係分かりますでしょうか？東横線はどっち走ってますか？この下です。この下で、この下が丹町公園、丹町ですね。この下が、ここはあの丘の上ですけれども、丹町地域は下ですね。そういう地域ですね。それから何かこう見て、あれは何の建物だとか、あそこはどこだっていうの、なんか見つけて発表してみてください。あそこ分かります？あ、そうですね、新横浜です。新横浜の国立ホテルですね。丸い、円柱形のビルがあるところ。だいたいそうすると位置関係分かります？青木橋はどっちでしょう？あ、そうです、こっちです。で、青木橋、この下が青木橋です。で、東海道が、っていうか、JR がそこ走っていますね。そういう位置関係の中に今いますということです。それから2番目に高賀屋公園に行きます。あ、丹町公園によりまして高賀屋公園に行きます。現在で高賀屋公園はちょっとと丘は見えないんですけれども、あそこにマンションの上になんか木が見えますね。あそこら辺ですね。ずっとつながっていたんですね、昔ね。昔はつながっていたんですけれども、鉄道を引くときに山を掘ったわけですね。山を切り入ったわけですね。から高賀屋公園から3番目に浅野造船所広場前というところに行きます。で、ここは今は工場はありません。マンションが建ってます。で、ここで見えますけれど、東神奈川のマンションがありますね、あの右の方。高層のマンションがたくさん建っている一番海に近いところです。それからちょっと場所が変わります。それがだいたい神奈川地域、今でいうと神奈川区に入るところですね。それから中村地域というところに行きます。で、これは後で地図で確認しますけれども、南区、現在は南区です。横浜の港にまあ近いところですね。それから最後に宝生寺というところに、お寺に行きます。中村地域のそばにあります。そこで、まあ皆さん、あの午後からの活動もあるようなので、なるべく早くあの終わりたいとは思いますけれども、先生、はい、ちょっと相談していてくれます？コース、お昼のこと。
というような今日の日程で回ります。で、まあ、これはまあ、閉まって結構ですけれども、横浜の虐殺で、当時の横浜というのは大変狭い地域だったんです。現在は横浜は大変広い地域ですけれども、当時の横浜は、これは今ね、地図北を上にしてるんですね。で、昔の地図はこういうように、そうじゃなくて港が中心で横浜はこの港の周りだけで、これで見ると朝鮮学校、現在のね朝鮮学校が当時の地図だったらどこにあったかっていうと、沢渡り、ここです。朝鮮学校がここだとしたら、もうすぐ横浜市じゃないわけですね。もう橘郡なんです。だから港の周り、港の周りだけが横浜市だったんです。大変まあ狭い地域だったんですね。で、この狭い横浜市の地域に大変大勢、朝鮮人がまあ虐殺された。それで横浜は、しかし横浜市の発表、神奈川県の発表では、横浜市はゼロです。虐殺朝鮮人の数は鶴見が1名。当時鶴見区は、鶴見は橘郡でした。横浜市ではありませんでした。から川崎1名、川崎も橘郡でした。横浜市ではありませんでした。この2名が横浜市の中に入って、横浜の虐殺は2名だって言われたんですけど、実はゼロなんですよね、という報告が長いことずっとつながって、それで今年は虐殺100年というふうな形で、迎えたわけです。で、この100年の間、この歴史の事実が隠されていたというね。で、そういう中で私たちはこの虐殺の実態、歴史を明らかにしていこう。そして100年もの間隠し続けてきたことに終止符を打って、きちんと調べなさいと、横浜市にきちんと調べなさい、日本政府にきちんと調べなさいということを今年は言って、言いたいというふうに思うわけですね。で、なぜその歴史事実を隠してきたのかということ、隠すことによってその後日本は戦争に突入していきます。それに反対する人、日本政府に反対する人、日本の朝鮮の植民地支配、そういうのに反対していく人は抹殺されて虐殺されたりしていったわけです。それは関東大震災よりかも30年も前から始まってるんです。1910年の韓国併合が植民地支配の出発ではないんです。もう1800年代の終わりから植民地支配を計画し、侵略しようとして、計画は着々と行われてるんです。そういう中で関東大震災の虐殺っていうのは起こったんです。で、これはいろいろピンクで貼ってあったり、黄色で貼ってあったり、またこっちの方ピンクで貼ってありますけど、まずこう地域がピンクに塗ってあるところは、横浜市内でも焼けたところなんです。つまり震災の後、地震の後、トルコの地震なんかで映像をご覧になっていると思いますけれども、あそこはわりかしコンクリとか石の建物が多いですね。だけれども当時は木造、まあ、日本は木造建築が多いですね。もちろんコンクリやレンガ造りの建物もたくさんありました。崩れました。レンガ造りで鉄筋が入ってないので崩れて、その下敷きになって、例えば横浜地方裁判所、桜木町駅のそばにありました。
ここでも100人近くの人がレンガ造りの建物が崩れて、死にましたというようなことで、地震の風景がトルコと重ねてね、ちょっと想像してみてほしいというふうに思うんですけど、その後すぐに火事が起こります。もう1時ぐらいからすぐ、ちょうどお昼時だったので、例えば今日行く中村町のすぐそばに石川町というのがありますけど、石川町の商店街の中に天ぷら屋さんがあった。天ぷら屋さんはちょうどお昼ですので天ぷらを揚げてました。炭を使って揚げたりガスを使っている時ところもありましたけれども、それが引火して火事が起こるというようなことで、火事がすぐ起こります。何箇所かで起こります。それで横浜の街は9月1日、1923年の9月1日のもうお昼には火事がものすごく起こって、夕方まで燃え続けます。火はどんどん広がっていき燃え続け、その日の夜だいたい鎮火していきます。と9月2日の朝はだいたいもう焼け落ちて町がなくなったというような状況にまあなっていったわけですが、それが火事が起こった地域です。だいたい低いところです。でここはどうだったかというと、ここは、あ、ごめんなさい、今いるところはここら辺ですけれども、ここはちょうど坂上げです。で中村町に行くのは今日ここですけれども、ここの地域ですけれども、ここも境目です。こういう境目で虐殺が非常にたくさん起こります。これは神奈川ばかりじゃなくて東京もそうですけれどもね、そういうところに流言が走り、朝鮮人が攻めてくる、その前に、朝鮮人が火をつけた、あの火事は朝鮮人が火をつけたから燃えたんだっていうような形で、流言が広がります。でそういうのって割合早く広がりますね。というようなことで、地震、火災、そしてその中で流言が走り、そして、朝鮮人が悪いことをやってるから虐殺しても構わないんだ、寿警察署の、ここら辺は寿ですけど、寿警察署の署長はもう3日ぐらいには朝鮮人ならば殺しても構わないぐらいのことは警察官は言っただろうということを言ってます。横浜の震災史に書いてあります。そういう警察署長ですよ、ね。でじゃあそのどのくらい本当はじゃあねゼロだけれども実際はどうだったんだろうかということですね。それで、これを調べた人がいます。日本人は誰も調べませんでした。その時虐殺した後調べないけれども、調べることを言ってしまえば警察や軍隊は禁止しました。ところが朝鮮人の留学生たち、勉強をしようと東京に大勢の留学生たちが来てました。で大学に行って勉強してました。でそういう人たちが当時朝鮮半島に帰ったら、朝鮮に帰ったら言ってしまえば地域の指導者に大体みんななっていってます。でその中に、まあ、キリスト教青年会に入っている人たちもいました。それから当時は天道教というね、今は日本の中に天道教の教会があるのは大阪に1個だけって聞きますけれども、天道教という宗教があって、今韓国なんかでは天道教の本部はソウルにありますけれども、大きな建物でね、その天道教というところの青年部、留学生ですね、そういう人たちが集まって調査をしました。どうやって調査したと思います？警察は隠してる、日本文人も喋らない、あんなのは当然だっていう、
生き残った人がいるでしょ。虐殺免れた人、殺されそうになって傷になったけれども命は助かった人は何人かいますよ。います。そういう人たちに聞いて回ったんです。で、聞きながらどのくらいの人が虐殺をされたのか、その目撃、その話を聞いたり、それから人数を調べたり、あるいはそのまんま死体が放り出されていたのをきちんと集めて埋めたり、そういうことをしながら10月の中旬から11月、もうだいぶ経ってますよね。9月2日とか3日4日ここら辺で虐殺されるわけですね。で、それが死体がずっと、殺された死体が置きっぱなしにされている、野ざらしにされている、そういうのを片付けたり、そういうことをその留学生たちはやったんですね。で、その話をちょっと聞きますね。で、その人たちが調べた数がこれなんです。川崎4、鶴見付近7、新小安10、小安から神奈川停車場、停車場っていうのは何ですか？駅ですね。150、御殿町付近、御殿町って今日そば通ります。神奈川警察署の中で3人、浅野造船所、これから3番目で行きますけれども48人、神奈川鉄橋500、浅間町40、ここ黄色は戸部警察署管内です。戸部警察署管内、このピンクは神奈川警察署管内です。当時神奈川警察署は焼けないで、横浜に7つ警察がありました。この横浜市の中に神奈川警察署、戸部警察署、今もありますね、戸部警察署、戸部駅のところすぐそばにあそこにあったんです、昔も。寿警察署、今ありませんけどね、南警察署、それから山手警察署、山手本町警察署、これはフェリス女学院のそばにありました。から水上警察署、水上警察署っていうのは横浜港の大桟橋のふもとに、すぐふもとにあります、水上警察署。こういう警察署全部入れて7つあったんですね。あと伊勢崎町警察署っていうのが関内駅のすぐそばにありました。から加賀町警察署、これは横浜スタジアムのすぐそばにあります。横浜公園のすぐそばにあります。というふうに7つ警察があったうち全部警察署も焼けちゃうわけです。焼けたり地震で崩れちゃうわけです。でも神奈川警察署っていうのはここら辺ね、を管轄してたところですね、神奈川区。焼けなかったんです。地震にも壊れなかったし、焼けなかった。だからすぐなんかできるわけですよ、警察署員も。どこどこが火事だって言えばすっ飛んでって消したりとか、なんかしたんですよ。最初はね、地震が起こった直後は、どこどこの家が潰れたって言ったら、もう警察は巡査は一緒に走ってって、瓦礫の中から助け出したりもしたんですよ。ところが朝鮮人虐殺、その後起こる朝鮮人虐殺で一番大勢殺してるんです。500ですよ。地震にあったところでこんな数、500とか150とか3桁の数が虐殺されてるところはそんな多くないです。東京とか埼玉とか千葉、たくさん殺されてるって言うけど、横浜の方がずっとたくさん殺されてるんです。だけど知られてない、隠されてきた。じゃあこれを調べたその留学生の人たちのことについてちょっと宮田さんから話してもらいます。
宮田です。こんにちは。よろしくお願いします。先ほど、山本代表から回った、慰問班の話、要するに朝鮮人虐殺っていうのは徹底的に隠蔽されたんですけど、だけどちゃんとその事実がここに残っていて、6000人以上っていう名前もちゃんと残っているのは、その在日朝鮮、その時代に日本に留学していた在日朝鮮人の人たちの努力、必死の努力のおかげです。その人たちの、話を、ちょっとだけ、十数人いたんですけど、そのうちの3人の、話をちょっとだけしたいと思います。まず、当時朝鮮は日本に占領されていたんですけれども、上海に臨時政府というのがありました。でそこでこういう独立新聞というのが出ています。それで、虐殺直後にここに独立新聞というのに、ここには場所、虐殺の場所とそれから人数が書かれています。これを調べたのが、先ほど言った在日朝鮮人の留学生の方で、その留学生もは数十人いたんですけれども、その名前は、この資料にあるように在日本関東地方理裁同胞慰問という名前でした。本当は初めは在日同胞非虐殺真相調査会ということだったんですけれども、警察から虐殺という名前はダメと言われて、しょうがなくてこういう慰問班という形になりました。そうなっても警察はずっと尾行なんかして嫌がらせがされたんですけれども、でもその、留学生たちはそれに負けず命がけだったと思います。ひょっとしたら本当に捕まって殺されるかもしれない。そういう中で同胞を一人一人当たって、それで人数と場所を確かめていきました。でその結果できたのが独立新聞ですし、それから今日、フィールドワークをするにあたって、あるいはいろんな機会で僕ら の, 神奈川実行委員会がいつも使っている、この先ほどもちょっとありましたけど皆さんに配りました地図ですね。この地図ができたのも、これは場所と数が書いてありますけども、できたのもその留学生たちの決死の努力のおかげだということをいつも僕らは思いながら、フィールドワーク、今日のフィールドワークなんかもやっています。それで、その中の、今日、十数人いたということですが、その中の3人だけちょっとご紹介しようと思います。でこれをその中の、まずはじめに、上が、リ・チョルさん、一番上ですが、でこの人が、戦後すぐ、解放すぐにこの時のことを語った、文章です。線のところだけ読みますので、方々の遺家族を訪問し、傍ら惨殺された死体やあちこち散らばっている遺骨やあるいは墓などを詣ながら、いろんなところを見聞したが、その惨状たるやどうしていちいち語ることができようかということで、戦後すぐにこういう話をしています。それでしかも墓っていうところ、そこの墓に書いてありますけど、墓などというとはいうものの、大勢の死体を一緒にして死体丸出しのまま埋めてあるのはいくつもあったということで、こういうものが転がってる中を決死の覚悟で調べて歩いていたっていう、すごい残酷な形での、殺しただけじゃなくて死体を遺棄していた、こんな形でゴロゴロやっていたっていうことも含めて大変なことだったと思います。2番目がチェ・スンマンさんです。この人が、全体 の, この、報告をまとめたのはチェ・スンマンさんで、この人は、東京外国語学校にいた時に三一運動1919年の、三一運動の寸前に日本で朝鮮人留学生たちが日八 2.8 宣言というのをやって、三一運動にすごい影響を与えたんですけど、その中に参加していた人です。それで戦後にこのチェ・スンマンさんが、
書いた文章をちょっと読みたいと思います。2番目ですね、線のところ、相当1970年ですから、相当経って日韓の条約も、交わされて、国交が回復した後のことです。世は変わり、我が国は我々を無残にも惨殺し虐殺したあの日本と同等の国交を結ぶようになりはしたが、関東大震災の惨状は一度も取り上げられたことがなかった。線のところだ、過去の非人間的な罪を心より謝り、新しい姿勢で国交を望むのが政治的な道義ではないかと、本当に正しいことを言ってるんですけれども、この当然の道理を未だに日本はやっていません。それをやらせるっていうことが僕らの一つの目標になってますし、頑張りたいというふうに思っています。で、3番目が、もうキム・チョルさん、キム・ゴンさん、ごめんなさい、キム・ゴンさんです。で、この人は、関西の方の大学にいたんですけれども、この調査が終わった後、北京に行きます。で、北京に行って虐殺という小冊子を出したそうです。で、これは英訳までされたという、それで各国に訴えたということだと思います。で、その中で、キム・ゴンさんは一日も早く最後の、日本に対して最後の決死戦闘を開始しようじゃないかというふうに呼びかけています。ということで、そういう3つの、お話を3人を例としてあげたんですけれども、日本政府はいまだに虐殺の真相究明や謝罪を行っていませんし、ましてや、虐殺がなかったとか責任はなかったという話まで出てきています。だけど、その卑劣さに対する戦いの根っこのところには、日本人留学生たちの同胞犠牲者に対する思いと粘り強い調査、その事実を残そうとする努力があったことを胸に刻んで、今日のフィールドワークをやっていきたいと思いますし、これからの活動、みんなでやっていきましょう。よろしくお願いします。書きました、直しました。はい、リー・チョルさんは天道教の青年会に属している人で、チェイスマンさんは、キリスト教の青年会に属していた人です。横浜全体の虐殺のことが大体、ほんのちょっとなんですけれど話しましたけれど、じゃあ今日なぜこの高島山に皆さんね、集まっていただいたか、一番最初ここを出発にしたのかというと、ちょっと今日はあんまり触れることができないんですけれども、戒厳令というのが引かれます。戒厳令が引かれたことによって、これは軍隊のところで話が出るというふうに思います。この次の3番目の2番目のところで話が出ると思いますけれども、戒厳令が引かれたことによって救援活動をしていた軍隊が突然朝鮮人虐殺に走っていくというね、こういうふうに、戒厳令なかりせばというふうなことを言った在日朝鮮人の歴史研究者、韓独山先生がそうおっしゃってました。戒厳令がなかったら朝鮮人は虐殺されなかったんではないかというような、今日はあまりこれに触れることができないんですけれども、皆さん学校に帰ったらちょっと勉強してみてください。で、戒厳令の神奈川の本部がここに9月7日から設置されますというのは、それまでは焼けなかった建物、桜木町の駅のそばにあった建物に戒厳令の本部がやってきて、そこに本部を設置します。でも場所が狭いのでここに引っ越してきます。ここに大きな邸宅があったんですね。その邸宅に、入ることによって、ここでもって事務をしていく、指示をしていく、戒厳令、軍隊が治安維持の指示をしていく、それから後兵隊なんかも来ますから、軍隊で、いろんな水道だとか道路だとか その修復とかね、そういうことをやったり、あるいは看護兵が来て、
怪我をした人、病気になった人たちの治療に当たっていくというような、そういう指示を出す本部ですね、本部がここに設置されたんですというところなんですね。でここはどういうところかって言ったら、今はもうねマンションが建っちゃってますけど、ずっと、丘だったわけですね。丘で大変、ここは明治の最初から横浜市が一望できるところ、向こう側、今建物があって見えませんけれども、向こう側横浜港まで見える。それからこっちの方は東神奈川、小安、鶴見の方まで見える、そういう地域だったわけですね。で高島開門って人がお金を出してここ鉄道を引くわけです。最初は横浜の方まで鉄道来ない予定だったんですけれども、埋め立てて鉄道を引くわけです。でそのお金を出したのが高島開門で、ここは高島山っていうふうに呼ばれたり、今でも高島町とかっていう形で名前が残ってますね。で高島公園っていうのも、このマンションの向こう側に小さな公園がありますけど、多分そこ中心にここ丘の上に邸宅がありました。もう一軒ありました。そういうところが戒厳令、戒厳令の言ってしまえば治安対策を考えるその本部ができていったわけです。でその前はって言ったら、9月、これは9月7日からですけれども、9月の当初ここに避難民が大勢集まるわけですね。丹町の人たちは家が焼けなかったけれども避難してくる。それからこっち側はわりかし焼けるんですね、海の方はね、こっちのね。でそういう人たちが避難してくるというような形でもって、ここに避難民が集まってきた。まあ、そんな大勢ではないようですけど、場所によっては何万人という人が集まってきたわけですけれども、ここは500人ぐらいこの近辺の人たちが集まってきていたそうです。でその人たちの証言が残ってます。2つ残ってます。2人の方の証言が残ってます。それでここで何があったのかということを、ちょっと5分ぐらい説明して終わりにしたいというふうに思います。先ほど配った神奈川高島山証言、目撃証言っていうのを見てください。ここに一つ残ってるのは八木熊次郎さんという方の証言です。八木熊次郎さんという方は、元町小学校の小学校の先生をしていた人です。4年生担任で、美術が得意な先生でした。で、大変美術が得意なので絵が上手でした。でたくさんこの人は震災の時に自分が目撃した風景をいっぱい描いてます。元町小学校にいましたから、元町公園だとかそういうところでの外国人が避難して、あるいは怪我をしたというような、そういう風景なんかたくさん描いてますけど、ここの風景も描いてます。1枚きりありませんけれども、後からはちょっとお見せします。で、その方が書いた証言があります。大変長いんですけれども、ほんの一部だけ、読みます。で、この人は関東大震災日記という分厚い本を、こういう本じゃないや、日記を2冊書いてます。で、現在開港資料館にこれは委託保存してあります。原稿用紙に書いてますけど、この一部を読みます。9月2日のところです。線のところだけ読みますね。他は学校からに帰ったら読んでください。この日の午後、この日っていうのは上に書いてある通り9月2日です。我々が陣取っている草原へ巡査が駆けてきた。まあ巡査が来たわけですね。神奈川警察署の巡査でしょ。そして皆さんちょっとご注意申します。今夜この地方に、ここです、この地方、ここですね、この地方へ不定先人が300名襲来すること、襲ってくるっていうことです。不定先人が300名襲来することになっているそうである。また根岸の刑務所の囚人、根岸刑務所っていうのがありました、根岸に。そこで、1日の夜、千何人という囚人を解放します。一千余名を解放した。これなどが社会主義者と結託して放火強奪、放火って分かりますね、火をつけることですね、強奪、奪う、強姦、女を襲う、それから衣水に、投毒、井戸に毒を入れる、
昨夜は本木方面を襲来した。本木方面って向こうになりますね。向こうの方を襲来したと、襲ってきたと。で、今夜はここに来ると。 B のような始末でありますから、つまりこれは流言ですね。流言だけど本当のように言うわけでしょ、こう言ってますね。B のようなことでございますから、今夜はなるべく皆様がバラバラにならぬように一箇所にいてください。そうして万一怪しいものが来たら一度で歓声を上げてくださいと。なお16歳以上、60歳以下の男子や、はい、16歳以上60歳以下の男子、手を挙げてください。男子、はい、ありがとうございます。はい、あなたたちは武装して警戒してください。武装って何ですか？武器を持って集まるね。武器を持って集まるっていうことを誰が言いましたか？これ警官ですね。警官が言ったんです。警官が今夜この方面に100名成人が襲来すると。それで放火、強奪、強姦、井戸に毒を入れる。で、男は16歳以上60歳未満、武装せよ、武装して集まれと、というふうに警官が避難民を集めて言うわけです。それを聞いた避難民はどうしました？従いましたか？そんなことないよって言いましたか？従うんですよね、警官の言うことです。従うんです。それで夜になりました、夕方になりました。下の河川のところを読みます。午後4時過ぎ、午後4時、明るいですか暗いですか？明るいですね。まだ4時したら、9月の4時なんていうのはまだね、お日様がカンカンしていますね。午後4時過ぎ、向こうの山上で、向こうつってもはっきり分かりませんけれども、だいたいこう見えますね。向こうの山上で歓声が起こった。一同が振り向いてみると、白い服を着た者が幾十人か罰剣して、罰剣って剣を抜いて、たくさんの人を追いかけている。それを見た者は幾度に、不定先人襲来だ、白い服は日本の青年なんだと騒ぎました。人々戦々恐々、急に避難場所を変える者、重き荷物を草むらへ隠す者あり、疲労と不安の中にその日は暮れていった。16歳以上60歳もの武装して集まれ、ここで集まれ、ここだけじゃないですね、そういうこと言ったのは。多分青年団とか、その当時は在郷軍人、戦争を体験した人、日清戦争、日露戦争、どこでその戦争はどんな戦争だか想像してみてください。そういう人たちが組織されてました。青年団、大豪軍人、そういう人たちが中心になって自警団が組織されていきます。各町の青年団、衛生組合の人々が腕に赤い布を巻き、ここですね、向こう鉢巻き、腰に殿下の実刀帯、あるいは竹槍、ピストル、猟銃、その他鉄の棒などを持って避難地の草原へ集合した。恐ろしい夜の帳は全く閉ざされた。余人は空を赤く染めている。夜の10時頃から各方面で銃声が聞こえ始めた。10時頃、夜ですね。4時の風景と10時は違いますね。夜の10時頃から各方面で銃声が聞こえ始め、提灯の火がいくつとなく野原を飛んでいる。
折々武装した青年の伝令がかけてきて、ご注意を願います。ただいま怪しい者が数十名この方面へ入った形跡がありますと言って立ち代わり入れ代わり、まあ、そういう伝令係ですね、軍隊の中でそういう伝令があります、が一般の避難民のところにやってきて言いました。その夜先人17、8名丹町遊郭の裏で惨殺されていたというのが、この夜の帳、これ分かります？何してるか分かります？分かります？分かりますね、提灯持って何持ってます？自警団です。これ八木熊次郎さんが描いたこんな小さな絵で、はがきぐらいの大きさの絵です。そして同じところに避難していた黒川内岩尾さんという人がいました。この人は丹町じゃなくてこっちの七軒町に住んでいた人、七軒町って青木橋をこっちから行ったら渡ったところの右側あたり、そこら辺に住んでいた人で、運送屋さんをやってました。だけれどもこの家が燃えちゃうんですね、自分の家が燃えちゃうので、9月1日は船で、船って言っても小さい船ですよ、ボートの気が利いたぐらいの船で、海に逃げます。しかし海までもう火事の火の粉がどんどん飛んできて、この人は一生懸命漕ぐんですね。船にはね、自分以外みんな女性だったらしいんですね。だからもう自分男性一人だったんで、もう一生懸命漕いで漕いで漕いで、それ火の粉っていうか、その火が飛んできて目をこう痛めちゃうんですね。で目が見えなくなるほど目がひどかったらしいんですけれど、それで、海へ避難するのはやめようということで2日目にここに来ます。そしてその警官に集められるわけですね。集まってくださいって言われて、そこで話を聞いたわけです。でこの人は日記をやっぱり書いてるんですが、こういうふうに書いてます。その夜は9月2日の夜は朝鮮人が飲用水井戸へ毒を打ち込みたりとて、先人と見たら皆打ち殺せと極端なる達しあり。つまりここで朝鮮人だったら殺してもいいよっていうふうな達しを、そのね、達しがあったと。よって先人と間違い殴り合いなどで、でももうここも混乱したと、というような日記を書いておられます。ということで、ここでそういう警察が、まあ、組織をして組織的に流言を吐きから、自警団を組織して朝鮮人を襲っていくというね、というようなことを警察が指示したという特徴的な、これはもう横浜の虐殺の中ではあちこちでまああったことですけれども、そういう日記がきちんと残っているというね。